実は僕少女系童貞なんですよ。まあ言ってみればこれがあるから童貞卒業できない。チューブチューチュー夏のお嬢さん、ビキニがとっても似合うよ、刺激的さ、ドッティの新井さんです。ちょっと詰め込みすぎましたね。童貞の新井さん、さあ梅雨が明けました。梅雨明けの8月です。夏真っ盛り、日本全国3000万の童貞ファンの皆さん、こんにちは。童貞の新井さんです。今回はですね、ちょっと最近さ、コーヒーだったり遊郭だったり、いろいろ手を出しすぎて良くないというのも、ある程度キャラが確立された YouTuber の方ならまだしも、こんなみみっちいしみったれた底辺 YouTuber がいろいろこうとっちらかすのって一番統一感なくて良くないパターンなので、今回は原点に戻って童貞についてお話します。童貞の新井さんということで、僕は正真正銘の童貞なんですけれども、まあ最近ありがたいことにですね、新井さんって本当に童貞なんですかって言ってくださる方も増えて、まあ、情けない限り複雑な思いなんですけれども、まあ、というのもなかなかね、国の方にも今後要請していきたいと思いますけれども、童貞証明書制度の発行する制度もまだ確立されていないし、経験に裏打ちされていない知識でしか、あ、こいつ童貞だっていうことを証明できないのがなかなか残念なところです。まあ、童貞にとってのはセックスっていうのは、やっぱこの間も言ったように神話であったり土の子であったり幻なので、だってついこの間までさ、子供っていうんですか、一組の男女がキスを合図にコウノトリさんがこう運んでパーッって生まれてくるって信じてたのに、それが最近はさ、年取ってっていうのもあるんだけど、まあ、生命の神秘というか、なんか精子っていうんですか、精子というものを出すところを間違えなければ、こう自身にくるまれて干からびることなく立派に育つんだなってしみじみと思う機会も増えてきました。で、今日はですね、童貞について扱うということで、まずご報告があります。実は僕、まあ仲いい人とか知り合いにはよく話してるんですけれども、まあ例えば老舗童貞であったり、四半世紀童貞であったり、童貞の童貞まっしぐらであったり、こう童貞のプロフェッショナルとか、いろんなおかんむりを僕かぶってるんだけれども、それ以前に少女系童貞なんです。まあどういうことかっていうと、一時ね、自分の体というものをお金に変えていた時期があって、まあ殿方の一物をグイッて入れられたことがあるんですよ。それはお仕事として、まあ非常に少女系童貞ということで、まあ珍しいモデルかもしれないですけれども、まあいつかはね、このブランドを生かして、まあ例えばテレビ朝のワイドショーとか、まあ徳田さんとかに出てコメンテーターで、まあ少女系童貞としての見解を申すとすれば、この課題に関してはみたいな感じでね、こう喋りたいなと思ったんだけれども、徳田さんも終わっちゃうということで残念なんですけれども、いつかね、月曜日のコメンテーターになって石黒賢さんと交えたかったなっていう夢もついに叶わず、まあそういうことは置いておいて、今回はですね、なんでじゃあ童貞よりも先に卒業しちゃったのかっていうことと、なんで長きにわたって童貞保存に努めているのかっていうことをお話ししたいと思いますので、よろしくお願いします。童貞の新井さん、で、そもそもなんで少女を捨てたかっていうと、まあ、ふとした時にね、昔からその性風俗産業に関することであったり、性に関する書物とかよく読んで実体験聞いたりする中で、じゃあ今の自分の貧弱で軟弱な体だけれども、どれくらいの値打ちがあるんだろうと、まあ歌の歌詞じゃないけど、明日よりも今日のが今の自分というのは若い、若いイコール価値があるってことじゃないけれども、じゃあ自分の体はどれくらいの価格で市場に出回ることができるんだろうって考えて、僕はそこにちょっと踏み出てみたんですよね。まあそんなこんなで少女系童貞が発端したんですけれども、別にその性のあり方であったりというものをバカにしたいとか笑い話にしたいとかってわけでは別にないんですよ。ただ個人個人じゃないですか、性のあり方というのは。だからどういった経験が巡り合わせがあっ
て、うん、味わって考えるかっていうのは人それぞれだと思うんですよね、っていう取り留めの話だけども、じゃあそもそもさ、なんでそのもう一方の大きい荷物童貞とお付き合いしているのかっていうと、長きにわたってエリザベス一世への挑戦、長きにわたって童貞とお付き合いしているのか、それは僕も謎。まあ誇りを持って童貞ですみたいな感じで探しにやってるけども、保存したってそれは保存してるわけじゃないよ、ぶっちゃけ。なんていうのかな、逆に僕は聞きたいよ。例えばさ、中高と今っぽいようなさ、こう青臭い生活みんな送ってたじゃん、やろうども。なのにいつの間にか知らぬ間に抜け駆けでこう卒業していくでしょ。本当にだからびっくりぽん。だからかつて小泉総理がさ、予算委員会で言ってたよね、性教育というのはね、私の時代には習ったことはなかったんだけど、知らない間に一通りのことは自然と覚えちゃうんだよね。後ろで麻生さん爆笑してましたよ、まあ、総務大臣だったからその時。そういうことです。いつの間にかさ、みんな卒業してって、ゆくゆくはこう自分にも鉢が回ってくるだろうって、こうやろうと思って思ってるのよ。その待ちの姿勢が良くないよね。まだでしょと思ってズル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 引き伸ばしてたらこんな様ですよ。で、今となってはさ、こうやって童貞ならいはめーまーいみたいな感じでこうやってるわけでしょ。まん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 万が一さ、仮に僕の卒業式、童貞の卒業式に参加してくれる女性がいたとして、相当こんだけさアピってたら身構えちゃうと思うんですよね。そういう意味では自分のなんか可能性というものを、なんか自分でタコが自分の足を食ってるようなもので狭めてるのかなと思いながらも、こう童貞人生を謳歌しています。で、今年はさ、コロナ禍ということで、まあソーシャルディスタンスであったり、濃厚接触避けましょうとかね、そういう時代なので、より一層童貞卒業が困難な時代、別にばらかすつもりはないんだけれども、まあ、ウィズコロナ、ウィズ童貞、まあ、ウィズ童貞は27年間ずっとそうだけれども、という形で、まあ、童貞卒業と僕の距離も、まあ、ディスタンスというか、キープディスタンスという形なんですよね。でさ、よく逆に聞かれるわけですよ。なんで新井さん童貞卒業しないんですかって聞かれるけど、まあ、卒業年度というものが伸びるにつれ、まあ、最終学歴童貞になるわけだけども、27年も保存したってなると、おこがましいけどね、これね、えり好みしちゃうんですよね。理想ばっか高くなって、おしまいです。セックスっていうものの固定観念ばっか、理想で自分で固めて固めて、だけどセックスってもの知らないからみたいな、本当に情けない話なんだけれども、童貞こじらせた時間が長ければ長くなるほど本当害悪だと思う。これは僕が27年間童貞、やってて、社会的な壮大な実験として生きてきて学んだこと。だから、童貞いるか、聞いてるやつらはちょっと卒業しろって話なんだけども、本当さ、例えばこう今息づりでこうどうでもいいような関係性のね、どうでもいいような女性ってこう巡り合って、あっつってこう自分の矛が突き刺さっちゃって、こう卒業しちゃったってなった時に、俺の27年間の童貞ライフ何だったのってなっちゃわないかなっていう怖さ。まあ、実際そんなことを苛まれることはないんだけども、ただせっかくここまで貯めたんだから、貯めたっていうか卒業できなかっただけなんだけど、盛大に卒業式はやりたいっていう理想です。だからそういう理想論ばっか高くなっちゃうんで、本当童貞卒業はとっととしろっていう話。だから年を重ねれば重ねるほど、どういった卒業が正解なのかとかってね、こう考えちゃうんですよ。卒業パッとしたらもうそれで勢いで1回やっちゃえばいいんだけど、その1回目がね難しいという。いろいろ考えちゃって
こう理想ばっか見ちゃって現実に戻ると卒業できないっていう、いかにも童貞らしいのね。まあ、だからぶっちゃけエリ好みですよ。エリ好みが童貞卒業を長引かせる。だからとっとと卒業する。これが答えです。童貞の新井さん、じゃあさ、童貞ってどういうセックスを今の状態で理想として抱いているかっていうと、やっぱりさ、童貞だからピュアなんだよね。セックスっていうんですか、その肌と肌を合わせるっていうことは、心のコスチュームも脱ぎ捨てて、こう全部裸になって通わせ合うことだと思っちゃってるから、なんかね、だって武田鉄矢さんも言ってるじゃないですか、この男女がこう合体するわけですよ、合体。そこで生まれるのがエクスタシーだよって。エクスタシーですよ、エクスタシー。だからね、そういうセックスとはこうあるべきだって、セックス知りもしないなんて考えちゃって、本当に愛する人と、だってもうあと50年くらいしか生きらんないとして、人生で何回あとセックスできるんだって考えた時に、一回一回大事にしようやってなっちゃうんですよね。だから本当にピュアだと思います。はい、てなわけで、こじらせればこじらせるほど捨て時を見失う、夏真っ盛りの童貞かな。まあ、僕くらいさ、童貞もプロフェッショナルになると、もうさ、卒業したいとかセックスしたいっていうよりも、早く子供が欲しいとか、親に孫の顔を見せたいとか、そっちの思いのが膨らんでいっちゃうね。うん、童貞の新井さんということで、こじらせればこじらせるほどきつい、まあ、そんな童貞の悩みがあります。ちょっと寝ちゃいそう。まあそんな感じで、一種女系童貞に聞きたいことあったらコメント欄に書き込んでくだされば嬉しいです。まだまだ暑くなっていく夏、マスクとの兼ね合いも気をつけながら、忘れられない夏にしていきましょう。ということで、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。